じゃあ行きますか。まあ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 、騎士がいるんでいいでしょう。ちょっと苦手なマップではあるけど。ほな行くで。よし、勝率 100% かけた戦い。もう負けたら勝率 100% はもう終わりだから。マジで気合い入れていきます。それではよろしくお願いします。よいしょ、おー、なるほど。まずは索敵。うわー、なんでだろうな、ほんとに。最近やばいんだよ、機械技師軍が。ほんとに。え、やばいんだけど。やばい。最高。やばい、マジで。最近さ、ほんとに、もう歩いていくとこに全部機械技師がいいんだけど。なんだこれ。神様にめ、うわぁ、くそ、くぅ、神に恵まれとるな、これは。まず信じらんないですよ、こんなに騎士、引いちゃうの。ほらほら、待ちなさい。かわいこちゃん、待ちなさいね。はい、かわいこちゃん、3、2、1。で、ロボガードだけ警戒。よし、大丈夫、よし。あ、そことそこね、オッケー。はい。おー、コンソール抜いてんのね。やるね。はい。コンソール抜かれてんの結構厄介だな。あ、これで大丈夫。オーケー。真ん中ロボット。違う。なるほど。傭兵がこっちから来る。妨害したい。よし。よし、おいと。はい、救助狩り。あれー、救助狩りできんかった。ちょっと足りなかった。くぅー。ぐぅぐぅぐぅぐ。まあ、良いだろう。ええ、良い良い。はい。敵士がそこで倒れてる。真ん中ダウン。ちょっとあれだね。あれが嫌だな。冒険家がちょっと嫌ですね。はい。冒険家嫌だ、厄介だな。ほい。あれ？あ、俺、俺。あれ？飛んだんだけど。ラッキー。これはラッキー。あ、結構回ってんな。マジ、冒険家が本当に嫌だな、そう。冒険家嫌い。あ、こっからちょっとこのレオの思い出の嫌なところが出てくるよ。本当にね、暗号機妨害がしづらいのよ、このマップは。誰だ？心理学者。やば！待って！それはあかん。俺はあかんて。あ、でも工場の方逃げてくれると助かるな。おー、読み強だね。お、読み強だね。読み強だ。おー、コンソールもそんな残ってないと。なるほど。なかなかきついね。いや、ちょ、冒険家が本当にきついな、クソ。冒険家厄介すぎるな、ここでダウン取らないと結構きつい。いや、本当にこのマップきつい。ふぅ、相性悪いわ、この人と。いや、これちょっとまずいぞ。
いや、ほんときつい、このマップ。どうしようかな。心理学者追うのもちょっとあんま良くないし、初の引き分けになっちゃいそう。あ、冒険家追って引き分けにしようかな、ここは。そうしよう。冒険家がいない。あ、何何何何。ちょっと怖い、ちょっと怖い、ちょっと怖い。ちょっと怖いぞ。あ、いた、冒険家いた。うわー、まぶねー。マジこれワンチャン負けあったな。危な、ほんとに。いや、危な、ほんと。いや、冒険家ちょっと厄介すぎるだろ、このキャラクター。一応ハッチだけ警戒して。オッケーオッケーオッケー。ハッチあるな。待って、めんどくさいめんどくさい。冒険家めんどくさいぞ、マジで。待って、冒険家めんどくさすぎるんだけど、ちょっと怖いな、これ。いや、待って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 、冒険家本当になんだ、このキャラクター。いや、冒険家マジでちょっと、うわぁ、くそぉ。やばい、負けるかも、これ。痛い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 。いや、痛いよな、今。危ない危ない危ない。いないいないいない。いや、どこだ、冒険家マジで。タレオ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 。待って、負ける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 。待って、負けるんだけど、本当にやめて、マジで。うわ、マジでやめて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 、本当にやめて、本当にやめて、マジで頼むから、本当に冗談抜きでやめてくれ、頼むから。どこにいんだよ、ほんとに。いや、冒険家なんなん、このキャラ。いや、嘘だろ。待って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 。いやー、ありえないって、それ。おお、もう最悪、あんま怖かった。待ってよ。ええー、いやー、もう嘘だー。あー、ミス。さっきの試合やって分かったけど、バルク、一人飛ばした後がきついね、やっぱり。機械技師は何とでもなるけど、一人飛んだ後の立ち回りがね、難しいんで、やっぱりね、ちょっとやめます。きついからね、気をつけます。思い出中華街はちょっと絶対に使わないでしょ。どうしよう。ほんと冒険が強かったなぁ。マジでね、見つけれないんですよ、僕、冒険家のこと。つけれてる人みんなすごいと思う。ほんとわかんないよね。すごい。あれは強いよ。ほんとに。あと、あそこにステッキがあるのもえぐいよな。あのステッキがなかったら、いけてたもんね、多分。なんであんなとこにステッキが落ちてるんだよ。ほんとに。あのステッキに運命変えられちまった。でも本人もね、直前で気づいたと思う。ほんと。
いや悔しいわ本当に。まあとりあえずね、次の目標は、まあ、99.9% で勝率、ヒドラになることをちょっと目標に頑張っていきたいと思います。動画見てくれてありがとう。これからも第五人格の最新情報やプレイ動画をアップしていきますので、よかったらチャンネル登録お願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。